なんか非常にフレンドリーだし、やっぱりご自身がなかなかその外に働きに出られないということをおっしゃっていて、まあ、そういう方がこういう機会をというのは非常にいいなと思います。社会貢献というか生きているからにはその働くことによって社会に何かを還元したいってやっぱり人間思うので、そこの部分とよっぽど何かに触れてその社会の歯車になれる方が幸せだと僕は思います。はい。先生言ってましたしね、あと練馬の家にもよくね行ってたので、意外と。だからこのお店は決して織姫に会いに来たいお客さんがいるわけではなくって、織姫の向こうに操作をしている人がいて、その人を認識してその人にまた会いに来ようっていう風に来てもらえる、その人が社会に参加できるということを考えている場ですので、そういう意味においては人工知能がここで判断して全てをやろうという風に、働くっていう風なものは我々とコンセプトが異なります。タブレットに胸の方から失礼します。